皆さんこんにちは、マップカメラです。本日ご紹介するのはこちら、マンフロット PL ローラーバックスイッチ55のご紹介です。このローラーバック、これからの行楽シーズンですね、カメラの荷物増える際に、持ち運びすごい楽になると思います。ちなみにこれ全部入ります。ではまず、このローラーバック外観見ていきたいと思います。でこれバック系ですね、やはり、外観といいますか外側で一番気になるのがこういう取っ手の部分ですね。まず上に1箇所ついています、このように持つ際に、柔らかい素材もここについているので、手に食い込むこともなくすごく持ちやすいですね。で次にそれと同じ素材感でここにもついています。で多少ちょっとこう遊びがあるので、ここがびっちりすぎると指入りづらいとか硬すぎてもこう持ちづらかったりもするので、これぐらい多少ちょっと遊びがあった方が、持ち運ぶときには便利だと思います。ローラーバッグなのでこのようにキャスターで転がすときのここですね、上ついてます。で、これが一番長い状態ですね。でそこから、1段は下げることができます。ここから先だともう収納になってしまうので、長さの展開は2段階ですね。で最後に個人的にここが一番このバッグで嬉しいなと思うポイントなんですけども、ここにスリットがついています。底部の部分ですね。なのでこういった感じで指を引っ掛けることができるようになっています。公共交通機関等でこう上に物を荷物を上げるときとかにこういう持ち方すると思うんですけれど、このスリットがついているおかげでこう指が外れなくなってますね。仮にこのスリットがないとなるとこういう持ち方しますが、場合によってはこう抜けちゃいますね。それがここに指が深く入ることによって確実に機材を落としたりすることがないっていうような配慮がなされています。では次に、外側の機能としてもう1点、三脚を据えることができます。ここに三脚コネクションが用意されています。今はマンフロットの B フリータイプの三脚をここにつけています。で仕組みとしてはこの上下のベルトですね。でこれでしっかりと三脚を固定し、あと下のこの部分に、三脚の差し口がついています。ゴム製になっているので使わないときはぴったりと、バッグ側にこう貼り付くようになってますので、こうビロビロになって邪魔になるっていうことはないですね。ここに今一脚差し込んでいる状態です。これで、中に機材、外側に三脚っていうような状態で持ち運ぶことができます。このような、ローラータイプのバッグですと、飛行機に乗せることも多いと思います。そういった際にですね、ここに安全のためのロックがあるんですけども、これが TSA ロックですね。こうダイヤル式ですかね、ナンバー式になっているので、これ任意の番号をしてあげて、でここの側面でこういうふうに外すことができます。でこの TSA ロックなんですけれども、一部の空港では職員が共通の鍵を持っているので、中の検査をするときにそこを開けてくれるということになっています。もし一般的な鍵でつけている場合ですと、中の検査のために鍵を壊されてしまうこともありますので、こういった機構がデフォルトでついていると、非常に便利ですね。はい、次にこのフロント側のですねポケット見ていきたいと思います。まずこの一番上のポケットですね、ここは深いですね。でここに簡単なジッパーついてます。ここにはすぐ取り出したい小物とか、入れておきたいですね。で、ここにですねこう2段階になってて、ここの小さい間口の方には、小さめのタブレットとか入れると思います。でここの広い間口のところはこのクッション素材にもなっているので、こういった感じでノートパソコンをスッと、はい、全然入れるときも無理なくスッと入れることができますね。ここら辺はやはり大容量のカメラバッグの特徴だと思います。で、気になるのがもう一つのジッパー、これなんですけれども、ここもポケットかと思いきや、ここに入っているのはじゃん、ショルダーハーネスです。はい、このようにショルダーハーネス装着完了しました。この上の部分とこの下の部分にですね、接続するような形で、このようにショルダーハーネスがつくようになっています。でこういった2ウェイタイプの便利なところは、機材が一番入っている重い状態だとこういうふうに重さを、分散させるためにローラーで持ち運んで、で、持ち運びが終わって、いざ実際に撮影だよっていう時にはこれ、背負って両手をフリーにして撮影ができるっていうメリットもありますし、あとは例えばホテルとかに宿泊滞在する際には、ホテルに今必要じゃない機材とかっていうのをしっかりと保管しておいて、で必要なものだけを入れて行動するっていった際には、
まあ、ローラーで運ぶほどの重さはもうないでしょうから、こういったショルダー型に切り替えるとかっていう、そう使用する芯によって使い分けができるっていうことが便利ですね。で、あと個人的にはこうローラータイプっていうのは街中でこう転がすにはいいと思うんですけれども、ちょっとこう舗装されてないような道路があるようなところに行った際には、まあ、ローラーだとちょっとね砂利道だと多分転がらないと思うんで、そういった際には持つだけだと重いって言った際にはこうやってリュックタイプにして背負えるっていうのが便利だと思います。じゃあちょっと実際に背負ってみましょうよ。はい、正面からだとこんな感じですね。ちょっとここで長さを調節してあげて、横から見るとこんな感じです。ちなみに、私の身長は約169センチぐらいの男性が背負うとこのような、姿になりますね。もう反対も見てみましょうか。こんな感じですね。まあ、背負ってる感じは非常に背中にスッと張り付くような感じがあって安定しています。で、このハーネスがこのバックから見て前面側にある理由っていうのが一つあって、ここなんですけれども、このローラー、これもし背面側にあったとしたら、このローラー例えばちょっと汚れてたりとかするとここにすることになります。この衣服を汚してしまいますね。まあ、そういった細かい配慮もされてるっていったところが、嬉しいポイントになります。はい、バックの外側なんですけれども、撥水加工が施されています。こう湿気に耐性を持つようなコーティングがされているので、少しの雨とかでしたら、まあ、そのまんまの状態でももちろん、持ち運びは安全ですし、ただし、かなり雨が降ってきたなっていう際にはこの付属のレインカバーもついています。これをかぶせるとより安心ですね。では、実際のメインの部分ですね、見ていきたいと思います。蓋を開けます。じゃん、こんな感じになってますね。で、まず真っ先に目に入ってくるのがここのストラップです。これがついていることによって蓋を開けた際にこれがバーンってこう全部開いてしまうっていうことを防止する役目になってます。これあるとね便利なんですよね。これついてないといちいちこうバンバンバンってなっちゃうのがすごく嫌なので。で、ここのところからこうピッて外すこともできます。なので、このままの状態が嫌だっていう際にはこの両方外して横倒すこともできるようになってます。で、あとはポケット見ていきましょうね。ここに、2つありますね。こっちが深い方、こっちが浅い方になってます。で、一番上段のポケットに関しては少し透明な素材になっているので、こんな感じですね。視認性が高くなってますから、例えば、撮影中すぐ使うようなフィルターとか SD カードとかそういったものを入れておくと便利かもしれません。で、実際のメインのところですね。まずこの赤いクッションが縦に2つ走ってます。これがメインの支柱のような形になってますね。で、ここにこういう風な伸縮性の高いゴムがマジックテープの素材で、よいしょ、こっちの方ですね、2つついてます。望遠レンズとかここに入れた際に飛び出しを防ぐようなものでもあったりしますね。あとはこの仕切り板がかなり多くの枚数ついてます。こう入れるレンズが小さかったりとかするときに細かく仕切りたいときにも、まあ、これだけの枚数が入ってるとかなり細かく仕切れるので便利だと思います。はい、では実際にバッグに機材を入れていきたいと思います。で、今日用意したのはニコンの、ミラーレスと一眼レフですね。 Z9 と D850、 それとレンズです。ボディが2個、あとはレンズが2、4、5個ですね。かなり大型なもので揃えてみました。果たして入るでしょうか。入れてきます。はい、今無事に全部入れ終わることができました。はい、ちゃんと入りましたね。で、しかもまだちょっと若干の余裕を残しています。こう真ん中にボディを入れて、で、両側面に望遠レンズと心に3本レンズ入れてますね。で、ここの隙間まだちょっと残ってるので、薄めのものだとここにこう差し込んだりすることができそうです。で、あとメインのところですけども、ここもボディもしっかりとこの両サイドの厚めのクッションで保護されてますし、その他のものも間仕切りをしっかり調整して遊びないようにしてるので、まあ、長時間ローラーとして運んだとしてもこれだとしっかり機材を保護できます。はい、では次に先ほどのセットに、動画の機材も入れ込んでみました。ジンバルとかモニターですね、そういったものを入れても十分収納可能です。ボディも2台入ってます。この編成ですと、例えば滞在先が2日あって1日目は写真撮るよっていう、2日目は動画撮るよって言った際にも両方の機材ワンパッケージで持っていきますし、
あと先ほども話し上げた通り、ホテルとかに使わない方の機材を置いていけば荷物軽くして撮影に行くということもできるので、まあそういったこともできることが便利なところですね。あとこういう透明なところとかにはメディア系、例えばこうモニターで外部収録するときは SSD とか入れてみてもいいと思います。はい、では次に一眼レフデジタルカメラと望遠鏡で組んでみました。まあ、こういったローラーバッグ使う方ですと、こういった機材編成する方も多いと思います。 D850 が入って、あとは望遠ズームが2本、望遠単焦点が2本、あとまだ隙間もあったので標準ズームも入れてみました。これだけの本数入れてもまだちょっと余裕があるぐらいですね。まあこれだけ入ればもう十分っていう感じだと思います。はい、今回3パターンですね、いろいろ機材中に詰めてみました。どれぐらいの量の機材が入るかっていったのは、なんとなくイメージつかんでいただけたかなというふうに思います。でやはりこういったローラータイプのバッグは、まあ、もちろんこの外見から見てわかる通り、かなり大量の機材を持ち運ぶのに適していますね。ショルダーハーネスを使って背負ってもいいですし、あとはこのローラースムーズなんですよ。こういったローラーがついてるんで、街中では転がして歩いて、まあ、もちろんあの機材もしっかり保護できているので安心して運べます。また各種取っ手もですね、こういったサイド上とかっていう風にもついたりとか、あとは私のお気に入りポイントのこのスリットですね、これもついてるので、持ち上げるとかっていった動作の時にも安全に運ぶことができます。まあ、やはりちょっと機材の量が増えてくるとか、一度に持ち運ぶ量が多いっていった方には、こういったローラータイプのバッグが非常におすすめです。最後までご覧いただきありがとうございます。マップカメラ YouTube チャンネルでは、チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。また LINE の公式アカウントもございますので、お友達登録もお待ちしております。では、ご視聴ありがとうございました。